キッチの中に一人化け物がいるなと、そう思った。もちろん良い意味での、化け物、だ。画像、北川富士の田中、谷川のゴールでなでしこ大量得点。ボリンゴ初の親善試合は韓国相手に4発解消。国際親善試合なでしこ4の0韓国女子代表2024年10月26日、なでしこジャパンは国立競技場で韓国女子代表と対戦。 前半は嫌な時間帯もありながら、北川光、富士の青原のゴールで4対0と解消したが、ピッチでスケールの違いを見せつけたのが後半の頭から出場した谷川桃子だった。長野風花に代わって4-4-2システムのボランチに入ると、優れたフィジカルと鮮やかな足技で相手を圧倒。3対0で迎えた56分には、 右サイドバックの森やみやびのクロスに合わせる形で追加点を決めるなど、決定的な仕事もしている。パスの出し手にも受け手にもなれる柔軟性を見せつつ、52分には正確なフィードで右サイドに展開。そして54分には的確な寄せでボールダッシュと、ピッチの広範囲をカバーしながら56分にタイミングよく攻め上がってダイレクトシュートを決めるのだからあっぱれだ。ポジションはボランチなのに、 最高のタイミングでエリア内に侵入して、ここに出して、とアピールしてのダイレクトショット。決して簡単ではないプレーだ。むしろ、恐ろしいセンスである。パリ五輪のブラジル戦で2ゴー,ールに絡んだ才能は本物と、それを改めて韓国戦で示したと言えるだろう。ちなみに、得点の場面、どのような感覚で攻め上がったのか。本人にそう質問すると、以下のように回答してくれた。 まず試合に入る前、クロスに色をと意識していました。実際、トワタルさんがボールを受けた時にフォワードの後ろのスペースが見えていたので、そこでボールを受けようと思ってランニングしました。その後のダイレクトシュートも含め難易度の高いテクニックだ。そうした技術を身につける上で重要だったのが、スウェーデンで過ごした日々という、スウェーデンの FC ローゼンゴード、出前の部分に関われるポジションをやって、 意識が変わったところがあります。味方にジェスチャーで指示するなどリーダーとしての自覚も芽生えつつある谷川。もちろん軽率なミスもあり完璧な出来ではなく持ち上げすぎの感があるかもしれないが、それでも。19歳にもかかわらずこういう試合でしっかりと結果を残すあたりはスーパーガールである。取材、文黒丸白鳥和弘、サッカーダイジェストテレビ編集長。